中東戦争ガザ進行ガザ進行は2014年にイスラエル国防軍とパレスチナ自治区のガザ地区を統治するハマースとの間で行われた紛争。8月26日の無期限停戦で一応収束した。イスラエル国防軍の作戦名は境界防衛作戦。パレスチナ側はハマースが中心だがイスラーム聖戦など他の武装勢力も独自に行動しており、 どの武装勢力の行動か曖昧な部分も多い。例えば、7月20日に、ガザ地区側から約100発のロケット弾攻撃があったが、ハマースの軍事部門である、イッツ・ティーム・アルカッサー無料団の攻撃は4割で、残りは、イスラーム聖戦、DFLP、PFLP、ファタハによるものだったという。9月1日現在で、パレスチナ側の死者は、ガザ地区のみで2158人。 イスラエル側の死者は73人に上っている。紛争は8月26日の無期限停戦で一応収束した。イスラエルパレスチナ紛争としては第四次中東戦争以来最大の死傷者を出している。しかし死者が19万人と推計されるシリア内戦2013年だけで7818人が死亡したと推計されるイラク内戦。 少なくとも989人の死者が出たと推計されている2013年エジプトクーデターなど中東では多数の死傷者が出る戦争内乱が相次いでいる国連各地の保健当局人権団体集計によると2014年7月の中東各地の紛争での死者はシリア5342人イラク1737人ガザ地区約1400人 イエメン約300人、リビア約120人に上っている。フィナンシャルタイムズは、そのため、アラビア世界のガザ侵攻に対する関心が、相対的に低下していると指摘している。パレスチナ側の民間人犠牲者は、国際連合人道問題調整事務所によると1460人に、上った。これは、全体の7割を占める。一方、イスラエル側の民間人犠牲者は7人で、 全体の1割弱であった。これは、ミサイル防衛システム、鉄のドームの精度向上によるものが大きいという。また、イスラエルを訪問した、田ミ上敏夫が、ラファエル社などから聞いた話として、ハマスのミサイル、ロケット攻撃で死んだのはわずか3名であり、アイアンドームが市民を守ったそうだ。なお死んだ3名は、ベドウィンであり、防空壕へ避難しなかったためと述べている。一方、 報道やエレクトロニック・インディファーダ、アムネスティ・インターナショナルによると、殺害されたベドウィンはイスラエルが設定した居住区外に住んでいたため、攻撃を受けても、鉄のドームは空き地と判断し作動しなかったのだという。ユダヤ国民基金は、ベドウィンのための防空壕を提供するとしている。イスラエル軍の攻撃を受けたヨルダン川西岸の道路。 ハマースのものと思われるロケット弾により炎上するイスラエルの家屋イスラエルとパレスチナ自治政府は2013年7月29日より和平交渉を再開した。イスラエルは自治政府側の要求を受け入れパレスチナ人受刑者104人の釈放を4回に分けて行うことを約束した。8月13日には最初の26人を釈放した。一方、 パレスチナ自治区領であるヨルダン川西岸地区での入植活動も並行して推進した。8月13日にはパレスチナ人受刑者釈放とともに東エルサレムで新たに入植住宅942個の建設を承認した。8月27日、ヨルダン川西岸カランディアの難民キャンプでイスラエル国防軍とパレスチナ人難民が衝突し、 パレスチナ人3人が殺害された。イスラエル軍が発見したガザ地区のトンネル10月22日、イスラエル国防軍はヨルダン川西岸のビリン村での作戦中に銃撃戦となり、イスラーム聖戦メンバーの男を射殺したと発表した。男はテルアビブの路線バス爆破計画の被疑者の一人だったという。11月1日、イスラエル国防軍は ハマースがイスラエルに侵入するために掘ったトンネルの破壊中、ハマース側と交戦し、戦闘員4人を殺害、イスラエル兵5人が負傷したと発表した。12月24日、イスラエル国防軍は分離壁の作業員がパレスチナ人に殺害された報復として、ガザ地区を空襲し、女児1人を殺害した。また、空襲に先立ち男1人を射殺した。作業員殺害は、 ハマースに近いとされるパレスチナ民衆抵抗委員会が犯行を認めた。2014年1月10日、イスラエル住宅建設省は新たにユダヤ人入植地2877個の建設業者を決める入札を実施すると発表した。これはアンポリ決議違反であるが、欧米諸国からの批判に対してもネタニヤフ首相は偽善といに返さなかった。3月12日、 ガザ地区のイスラーム聖戦がイスラエルをロケット弾で攻撃し、イスラエルは報復としてガザを空襲した。3月13日も双方の攻撃は続いた。4月21日にもガザ地区からロケット弾攻撃があり、イスラエルは報復としてガザを空襲した。4月29日、パレスチナ自治政府との和平交渉期限が来たが、何もまとまらなかった。 5月15日にはヨルダン川西岸のイスラエル国防軍支配地域でパレスチナ人によるデモがありイスラエル国防軍の弾圧で二人の死者が出た。一方、パレスチナの政権はヨルダン川西岸地区を実行支配するパレスチナ解放機構主流派ファタ派とガザ地区を実行支配するハマースとの間で分裂状態が続いていた。ハマースは イスラエルとの和平交渉自体に反対していたが、情勢は以前より悪化していた。もともとイスラエルは軍事転用を理由に建築資材などの導入を制限していたため、復興は父として進まなかった。和平交渉再開に先立つ2013年7月3日、エジプトは軍部のクーデターがムルシー政権を打倒し、CC シーシーを中心とする軍部が実権を握った。 エジプトは、サーダーとムバーラクと、親イスラエル政権が続き、イスラエルのガザ地区封鎖に協力していた。2011年のエジプト革命で、ムバーラク政権が打倒され、ムスリム同胞団、自由公正党のムルシーが大統領に当選すると、ムルシー政権はハマースへの経済制裁を緩和した。ハマースの母体は、ムスリム同胞団であり、ムルシー政権は、 ハマース幹部のハニーやマシャール政治局長らと相次いで会談し、イスラエル一辺倒ではなくなった。しかし、軍部のクーデターが起きるとエジプトは親イスラエル路線に戻った。ムルシー政権もハマースの作った密輸トンネルを破壊する対応をとっていたが、エジプト軍部はムスリム同胞団に連なるハマースを敵視し、密輸トンネル破壊を徹底し、検問所の規制を強化した。また、 ハマースはイランから多額の援助を受けているが、シリア内戦をめぐって両者に溝ができた。ハマースは反体制側支持に転じ、イランは一貫してアサド政権を支持しているからである。そのため、イランの支援は月1億ドル程度から1500万ドル程度に縮小されていた。この状況でエジプト軍事政権の経済制裁強化を受けたため、 失業率は27%から44%に上昇。停電時間は1日8時間から12時間に増え、ハマースは職員の給与を分割払いにするほど困窮した。ハマースは経済制裁による疲弊、ファタハは和平交渉の行き詰まりを背景に、両者は和解を模索した。2014年4月23日、5週間以内の 統一内閣発足で合意した。イスラエルはこれに反発し、4月25日に和平交渉を中断すると発表した。また、ネタニヤフ首相は、アッパス議長は平和よりもイスラエルの破壊を訴える残忍なテロ組織と手を組む、道を選んだイスラエルをユダヤ人国家として承認することについて議論することすら拒否していると非難した。6月2日、 ファタハとハマースは暫定統一政権を発足させた。イスラエルのネタニヤフ首相はアッパス議長はテロにイエスと言い和平にノーと言ったと述べ改めてハマースの政権入りを強く非難した。またパレスチナとの交渉拒否を宣言し閣議でパレスチナへの制裁権限をネタニヤフ首相に付与することを決めた。またこの時イスラエルはガザ地区から ロケット弾攻撃を受けたことを理由にガザ地区を空襲している。一方、従来はイスラエル同様、ハマースの政権入りを認めていなかったアメリカ合衆国は、ケリー国務長官がハマースの政権入りに懸念を表明したが、最終的にイスラエル国家の承認、テロの放棄、これまで交わされた国際合意の遵守を条件にハマースの政権入りを認めた。 欧州連合、国際連合もパレスチナ連立政権発足を支持し、インド、中国、トルコも新政権を承認した。6月4日、イスラエル住宅、建設省及びイスラエル都地公社は、入植住宅建設の入札承認を行った。イスラエルのアリエル住宅、建設省は、パレスチナのテロ内閣発足への対応だと述べた。 パレスチナ解放機構幹部の花頭は声明で、この重大な違反行為を阻止し、説明責任を確保するための適切な方法として、国連安保理と国連総会の両方に訴えると述べた。6月11日、イスラエルはガザ地区を空襲し二人を殺害した。イスラエルは標的にした一人はロケット攻撃に関わっていたとしている。6月12日、 イスラエル人入植者の少年3人が行方不明となった。イスラエル側はハマースの犯行と主張し、パレスチナ人約80人を逮捕した。ハマースは行方不明事件の犯行を否定したが、一方で犯行そのものは称賛した。同日、ガザ地区の武装勢力よりロケット弾攻撃があった。中東調査会によると6月23日までに、 イスラエルは捜査でパレスチナ側の7人を殺害し、ハマース幹部や活動家など361人を拘束し、数百万ドルを押収した。アッパース自チ政府大統領はイスラエルに協力的で、ハマースは4月の国民和解合意を逸脱するもので、あり、合意履行は開始される前に頓挫したと批判した。また、中東理解研究所によると、 行方不明発覚から18日間に、イスラエル側は捜査でヨルダン川西岸地区のパレスチナ人国内市10人を殺害、数百人内市400人以上を逮捕し、2200個以上を家宅捜索し、住居3個を破壊した。6月30日、イスラエルのネタニヤフ首相はハマースがロケット弾攻撃を止めなければ、我々はそれに終止符を打つと警告した。 また、国の主目的は誘拐された3少年を取り戻すことであると主張した。ただし、この時点では、ロケット弾攻撃は、ハマース以外の組織によるもので、ハマースはむしろ抑止していたという指摘がある。また、ハマースのマルズーク政治局副議長は、パレスチナ自治政府が、パレスチナ国家統一の問題を無視していると不満を表明した。同日午前8時30分。 三人はヨルダン川西岸地区で遺体で発見されていたと報じられた。ネタニヤフ首相は報復を宣言した。また、ハーレツによると、この時までにヨルダン川西岸地区でパレスチナ人422人を逮捕していた。三人は誘拐直後に殺害されたと見られるという。バチカン、オバマ米大統領、キャメロン A 首相らは相次いで三少年の殺害に避難声明を出した。 7月1日、ガザの武装勢力よりロケット弾攻撃があった。同日、イスラエル国防軍は三少年殺害の報復としてガザ地区の34の標的を空襲した。ガザ地区の武装勢力はイスラーム聖戦線などがロケット弾などで攻撃を行っていたが、7月1日からはハマースからの攻撃も始まった。ハマースでロケット弾攻撃を抑止していた。 モハメド・オベイドが空襲で殺害された結果であった。共同通信社の岡田隆は表面的にはきっかけは少年の殺害だったがパレスチナ筋の情報としてどん底の経済に苦しむガザ住民の支持を取り戻すためハマスが武力衝突を作り出したと報道した。またイスラエル政府はヨルダン川西岸地区居住のハマース幹部を ガザ地区に追放する決議を行ったという。同日、イスラエル我が家のアイエレット尺度議員は、ウリン・リザーの記事を引き、フェイスブックで、彼らは皆、我々の敵であり、その地は、我々の手によって垂れ流されるべき、母親。尺度は、人種差別主義者との批判に対し、批判は、過激派、左翼プロパガンダマシンであり、ザ・デイリー・ビーストの、 レズニック記者の誤訳が原因であり、レズニックから人格への暗殺を受けた主張した。その上で、パレスチナの教育は子供にユダヤ人への憎悪を植え付けており、ハマースはアルカイダと同類であり、停戦のためにはハマース側が攻撃を止めることが必要だと主張した。7月2日にはエルサレム近郊でパレスチナ人少年が少子体で発見された。 アッパース自治政府大統領はこの事件についても避難声明を出した。7月4日、パレスチナ人少年の葬儀に数千人が参列したが、イスラエル治安部隊と衝突し参列者から約30人、治安部隊から少なくとも13人の負傷者が出た。7月6日、イスラエル警察は被疑者6人を逮捕した。被疑者はユダヤ人過激派であるという。 7月6日夜から7月7日未明にかけ、イスラエル国防軍はガザ地区を空襲した。ハマースによると、この攻撃で戦闘員ら9人が戦死した。7月7日、イスラエルは治安閣議でガザからのロケット砲攻撃に対し、軍事報復の強化を決めた。また、当分の間は慎重に行動する方針を確認した。イスラエル国防軍は、 イスラエル市民に対するテロを止めるために、境界防衛作戦をガザ、ハマースに対して開始すると発表した。この項目では、7月8日のガザ侵攻本格化以降のイスラエル人さん少年殺人事件、パレスチナ人少年殺人事件の進展について扱う。ガザ侵攻の経過は、侵攻開始後の経過を参照。7月25日、 イスラエル警察のローゼンフェルド報道官は、犯行は、ハマースとは、無関係の、孤独な細胞によるものだったと談話を発表した。その後、ローゼンフェルドは、談話を修正し、ハマースからの直接の命令はなかったが、依然として協力者なのは明白だとした。7月28日、イスラエル人少年被害者の両親が、地元市の取材に答え、 誘拐事件とガザ侵攻はつながっている。事件を通じて、私たちに寄せられた支援が今、ガザに向かう兵士の力になっている。私たちが強く団結している限り、敵は私たちを打ち負かすことはできない。息子の死が、人々の命を救ったのであれば、尊いことだと述べた。一方、パレスチナ人少年被害者の父親は、毎日新聞の取材に、 事件前夜にもパレスチナ人男人の誘拐未遂事件があったと指摘し、パレスチナ人が被害者なので、イスラエル警察はまともに捜査せず、息子の事件を防げなかった。救える命を救わなかったのだとイスラエルを批判した。イスラエル警察は、ハマース関係者二人が事件後に姿を消したことから、ハマースの犯行と断定し、被疑を明らかにしないまま600人以上を逮捕し、ハマースの 関係先を徹底して破壊したという、イスラエル人少年殺人事件は、ヘブロンのカワスメ一族の犯行という噂があった。8月5日、イスラエル警察は、ヘブロンのホッサムカワスメを、被疑者として逮捕していたことを発表した。7月11日に、東エルサレムのアラブ人地域、シュワファト地区で、治安部隊が拘束したが、今まで発表していなかった。警察によると、 カワスメはガザ地区のハマス工作員から資金援助を受けて武器を調達したと自供したという。また、イスラエル当局発表としてカワスメ自身をハマース工作員とする報道もある。また、イスラエル警察はマルワンカワスメとアマールアブアイシャを共犯者として指名手配している。8月22日、ハマース政治局のサリフ・アルリは CNN の取材に対し ハマースの武装集団が犯行に及んだことを認めた。あるリは、ハマース指導部、軍事部門は犯行を知らされておらず、承諾も行っていなかった主張した。また、同日までにハマースのマシャール政治局長は、ヤフーニュースのインタビューで、ハマースのメンバーが殺害に関与したことを認めた。ただ、事前には知らなかったと主張した。また、イスラエルの不法選挙に対する、 正当な行動と犯行を擁護した。また、ネタニヤフ首相のハマースはアイッセルのようなものであり、アイッセルはハマースのようなものであるという発言について聞かれ、嘘、トリックと喧嘩に否定した。9月22日夜から9月23日未明に、かけ、イスラエル国防軍、イスラエル総保安庁は、ヘブロンに潜伏していたパレスチナ人被疑者2名を殺害したと発表した。 発表によると、イスラエル側は、ヘブロンの民家に潜伏していた二人を吸収し、銃撃戦の末殺害したという。また、イスラエル総保安庁は、殺害した二人の潜伏を助けたとされる、パレスチナ人を、少なくとも三人拘束したと発表した。一方、パレスチナ自治政府の治安機関長官は、イスラエル側が、殺害死家屋を破壊する作戦を実行したと、非難した。 パレスチナ治安部隊は、被疑者の居場所について、全く知らず、この地域に、イスラエル軍がどうやって侵入できたのかもわからないと、話した。ハマースの報道官は、二人は、生涯をかけた犠牲と献身により殺害されたと述べ、事件への関与を初めて公式に認めた。また、カワスメの母親は、地元ラジオ局のインタビューで、息子は、アラーの漁名において、 自分の命を犠牲にしたと語った。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は23日の閣議前の演説で正義は下されたと語った。国境なき医師団が現地報道として伝えたところによると、イスラエル軍は西岸地区全域で大規模な捜索活動を展開し、900人以上を逮捕した。また、国境なき医師団によると、逮捕した14歳の少年を 一晩銃を出したり、息子を逮捕した家に、たびたび侵入し、息子の犯した罪は、家族の連帯責任だと主張した事例があったという。空襲警報を受けて、避難所に向かうアシュケロンの市民攻撃を受けたガザ北部、ベートハヌーにイスラエル軍の攻撃の方を聞き、子供を抱えて握る男性7月8日、未明、イスラエル国防軍は、本格的なガザ攻撃を開始した。 アッパースジチ政府大統領は、イスラエルに直ちにガザへの攻撃を止めるよう表明した。8日のみでパレスチナ側は25人が死亡、100人以上が負傷し、イスラエル側は2人が負傷した。ガザ地区からのロケット弾は、テルアビブやエルサレムにも到達した。イスラエルのネタニヤフ首相は、我々は市民の安全を第一に考えると述べ、市民を標的にしたロケット弾攻撃を容認しない。 ことを表明した。またイスラエルは地上部隊進行を前提に予備役4万人を招集した。7月9日、ガザ地区からのロケット砲攻撃はイスラエル北部ハデラ北方に着弾した。飛距離1 1 0トル以上は過去最長とみられる。また、ハマースはイスラエルの原子力施設があるネゲブ砂漠の都市ディモナにロケット弾3発を発射したと発表した。しかし、 イスラエルはミサイル防衛システム、鉄のドームなどによりこの時点での死傷者はなく、パレスチナ側は38人が死亡した。鉄のドームの迎撃成功率は約9割、あるいは86%であるという。また、ネットニュースサイトバズフィードの取材に答えた、あるイスラエル軍人は、我々はガザイの芝刈り場のことを行う。我々はそれを焼き払うだろうと述べた。 イスラエルの空爆によって破壊されたガザ地区の家屋7月10日、ガザ地区の死者は少なくとも86人、負傷者は約560人に達した。中にはカフェで 2014FIFA ワールドカップ観戦中に空襲に遭い、殺害された者もいた。国際連合安全保障理事会は緊急理事会を開き、反気分国連事務総長は、双方に自制を呼びかけた。理事各国は、 この後、非公式協議で声明を検討したがまとまらなかった。エジプトは、パレスチナの負傷者らを医療機関に搬送するため、ラファ検問所を開放した。7月11日、ガザ地区の死者は102人、負傷者700人以上に達した。オバマ米大統領は、ネタニヤフ首相との電話会談で、戦闘の鎮静化に向け、あらゆる努力を行う必要性を強調した。同日、 イスラエル側に2人の負傷者が出た。また、レバノンからもイスラエルに攻撃があり、イスラエルはレバノンの攻撃拠点を攻撃した。7月12日、イスラエルメディアは、さらなる空襲強化の方針を報じた。イスラエル国防軍筋は、ガザ地区住民に退避勧告を出し始めたことを、明らかにした。イスラエル外務省は、ツイッターで、退避勧告ビラの見本を公開した。 しかし、どこに逃げれば安全かは書かれていないという指摘もある。ハマスのロケット弾により炎上するアシュドットのガソリンスタンドイスラエル軍により爆撃されるガザの街イスラエル南部スデロットでは空襲を見物するイスラエル人らが見られた。7月13日、ガザ地区の死者は170人以上、負傷者1100人以上に達したイスラエル海軍特殊部隊が ガザ地区に上陸し、初めて地上戦になった。ただ、閣議では当面は、空襲を続ける方針を確認した。7月14日、イスラエルは、ガザ北側、エレツからアシュケロンにかけてを立ち入り禁止区域にした。イスラエルは、ガザ周辺に、兵士や戦車を配備しており、地上進行準備の可能性が指摘された。同日、エジプトはイスラエル。 ハマース双方に一週間のガザ停戦を提案し、無条件受け入れを要求した。主な内容は次の通りである。また、中日アラブ各国大使は、この日までに人道的な状況悪化が深刻だとして強く警告する声明を出した。罪のないガザ市民の殺害を直ちにイスラエルにやめさせるよう、日本政府に対して協力を求めた。7月15日。 パレスチナ側の死者は197人に達した。また、イスラエル側で初めて死者が一人出た。イスラエルはエジプトの停戦案受け入れを表明し、攻撃を一時停止した。しかしハマース側は反発し、ガザ地区からの攻撃も続いたため、イスラエルは攻撃を再開し、停戦は白紙になった。これは、エジプトの CC 政権がもともと親、イスラエルで事前協議を イスラエル側のみ行い出した案であることに、ハマースやイスラーム聖戦などから反発が上がったためである。イスラエルのネタニヤフ首相は、同日のテレビ演説で、戦闘継続と、それによって犠牲が生じることを選んだのは、ハマスだと非難した。同日、クネセト副議長のモーシェ・フェイグリンは、EN ・アラッツシェバに最大火力でガザ全体を徹底殲滅し、 ガザ地区再戦領とユダヤ人による入植、武装勢力関係者及びイスラエルに忠誠を誓わない非ユダヤ人住民の追放などを行うよう主張した。フェーグリンはかねてよりガザ地区をイスラエル領と主張している。フェーグリンは8月1日にもフェイスブックに持論を重ねて投稿した。7月16日、パレスチナ側の死者は225人に達した。イスラエルはこの日までに ガザ地区住民約10万人に退避勧告を出した。またこの日、イスラエル国防軍は海岸でサッカーに興じる子供4人を軍艦の砲撃で殺害した。目撃した NBC 特派員のアイマン・モハルディーンは直前まで一緒にボールを蹴っていたという。近くにはジャーナリストの投縮したホテルがあり、負傷者の手当てに協力した者もいた。イスラエルは テロリストの拠点を狙った攻撃だったと主張した。同日、ハマースはエジプト案拒否を正式に表明し、大案としてエジプトに通じる検問所の管理と全面解放などを要求した。エジプト案では、検問所全面解放は事後協議とし、検問所管理をファタハに委ねるとしているからである。また、マンドバイスによると、ハマースの主な要求は以下の通りである。 これらの要求をイスラエル側が受け入れられるならば10年間の停戦に応じると主張した。しかしイスラエルは相手にしなかった。7月17日、イスラエルとハマースはエジプトの首都カイロで同国の仲介者を挟み停戦を協議した。エジプトは停戦案を拒否したハマースを案に批判した。また、イスラエル国防軍のピーター・ラーナー報道官は 情勢沈静化を図る提案を繰り返し拒否したと批判し、地上侵攻以外の選択肢がなくなったと述べた。また国連の要請に基づき、午前5時から5時間1時、停戦した。NBC は、先日イスラエル国防軍による子供4人の殺害を目撃したモハルディイン特派員をガザの取材から外したため、憶測を呼んだが、7月18日に復帰した。 ガザのトンネルを見張るイスラエルの兵士7月17日、イスラエルのネタニヤフ首相は地上部隊進行を命令した。進行は武装勢力のテロ目的のトンネル破壊が目的と発表した。また記者会見で地上戦を大幅に拡大する。同日、イスラエルは地上部隊進行を開始した。7月18日のガザ東部の様子7月19日。 ガザの空爆7月18日までの一両日間に、パレスチナ側は軍民合わせて34人、イスラエル側は兵士1人が死亡した。また、イスラエル国防軍は、ハマースがイスラエルに侵入するために掘った地下トンネルを多数発見したと発表した。ハマースのムシルアリムスリ報道官は、地元メディアに、イスラエルは高い代償を払うことになるだろう。 一メートルも進行を許さないと徹底抗戦の姿勢を示した。一方、カイル訪問中のアッパースジ、7月19日、地上進行以来のパレスチナ側死者数は90人を超えた。ガザ進行開始後の死者は約330人、負傷者は約2400人以上。7月20日、地上進行以来のパレスチナ側死者は180人を超えた。また、 イスラエル国防軍は20日の戦闘で13人が戦死した。同日、ハマースはイスラエル兵1人を拘束したと主張した。イスラエルのプロソウル国連大使は真実ではないと反論した。7月21日、ガザ侵攻開始後のパレスチナ側死者は約540人、負傷者は約3200人以上。大半は子供を含む非戦闘員であるという。 また、ガザ政府当局者によると、病院を戦車で砲撃され4人、あるいは5人が殺害された。イスラエル側の死者は24人。ケリー米国務長官と会談する、ネタニヤフ首相7月22日、ハン国連事務総長、ケリー米国務長官が相次いで中東入りした。ハンは、イスラエルのネタニヤフ首相と、ケリーはエジプトの CC 大統領らと会談した。 ケリーはエジプトの停戦案に改めて指示を表明し、ハマースに受諾を促した。7月23日、イスラエル国防軍はガザ地区唯一の発電所であるヌーサイラート市にある火力発電所を攻撃した。同日、国連人権理事会でアラブ諸国によりイスラエル非難決議案が提出された。決議は賛成29、反対1。 危険17の賛成多数で可決された。反対はアメリカのみで、日本は危険した。また、パレスチナ解放機構は、ハマースの停戦案に指示を表明した。イスラエル軍の攻撃を避けるため、小学校に避難するガザの住人たち、ハマスのロケット弾を受けた、リション・レジオンの学校7月24日、ガザ侵攻開始後のパレスチナ側死者は710人を超えた。同日、 ガザ住民の避難所となっている国連パレスチナ難民、救済事業機関の学校が戦車砲撃を受け、子供を含む16人が殺害された。イスラエル側死者は35人で、兵士32人、市民2人、タイ人労働者1人。同日夜、ヨルダンガン川西岸地区のパレスチナ人ら約1万人が、パレスチナ自治区ラマンラからエルサレムに向けてデモ行進した。 カランディア検問所付近でデモ隊とイスラエル治安部隊が衝突し治安部隊によってパレスチナ人二人が殺害された。7月25日イスラエルはケリーベイ国務長官の提示した1週間の停戦案を拒否した。イスラエルが侵攻の理由としている武装勢力側の地下トンネルに触れずハマースが要求する ガザ地区封鎖緩和に配慮した内容なのに反発したからとされる。ケリー案は内々の提示だったが、イスラエル側が一方的にメディアに暴露した。イスラエル氏、ハーレツは、ケリーベイ国務長官の停選案の内容をスクープし、強く非難する論説を載せた。同日、ヨルダン川西岸地区でもパレスチナ人4人が殺害された。ナブルス郊外では、 ユダヤ人入植者によってパレスチナ人が殺害され、さらに抗議者がイスラエル国防軍に殺害された。また、医療会計者によると、ヘブロンの北方にあるイスラエル軍検問所でも二人が殺害された。7月26日、ガザ侵攻開始後のパレスチナ側死者は1000人以上、負傷者は6000人以上に達した。また、 午前8時より、両者は12時間の停戦に入り、イスラエル政府は国連の要請に応じる形でさらに4時間延長した。人道目的の一時停戦で、この間に多くの遺体が発見された。ハマースは停戦延長を拒否した。また、ヨルダンガー西岸地区で、引き続きパレスチナ人デモ隊とイスラエル治安部隊の衝突があった。 パレスチナ人は前日と合わせ8人が殺害された。7月27日午前、ガザ地区からのロケット弾攻撃を受け、イスラエル国防軍はガザ地区への攻撃を再開した。ケリー米国務長官の停戦案について、イスラエルのリブニ法相は地域の過激派を強化させるとケリーに主張し、パレスチナ自治政府政府関係者もエジプトの仲介を破棄したとケリーを非難した。 米国のコラムニスト、チャールズ・クラウト・ハマーは、ケリー氏は、ハマスの戦争犯罪を正当化したことになると主張し、強く避難した病院で治療を受けるガザの少女4歳の、男児をかばうイスラエル兵7月28日、ガザ市の難民キャンプで爆発があり、子供8人を含む10人が殺害された。ガザの病院当局者は、イスラエル軍による空襲と述べたが、フランス公共ラジオは、 イスラエル国防軍見解として、ハマースのロケット弾が誤って、キャンプと病院を直撃したと伝えた。イスラエル国防軍のラーナー報道官は、パレスチナ武装団体のロケット砲弾が飛んでいったもの、と主張した。また、イスラエルの病院当局者によると、ガザから発射された、迫撃砲弾により4人が殺害された。イスラエル南部スデロットの広報担当、ノーム・ベデンは、 ガザ地区武装勢力の攻撃を避難サイレンが鳴ると15秒以内にシェルターに駆け込まないといけない。毎晩片目を開けて寝ているような状態ですと避難した。同志住民の約半数はイスラエル北部に避難している。イスラエルのネタニヤフ首相は国民向けのテレビ演説で作戦は地下トンネルを破壊するまで終わらないと述べ、 停戦調停でも情報しないことを表明した。その上で国民には軍事作戦の長期化に対する覚悟を求めた。ネタニヤフ首相、ヤーロン国防相はトンネル破壊完了をもって作戦終了を主張したが、リーベルマン外相などは地上戦の拡大、継続を主張しているという。また、ネタニヤフ首相は根本的解決にはガザの非武装化が必要と主張した。 ハマースのマシャール政治局長はカタールでアメリカ PBS のインタビューに応じ、この日放映された。マシャールは私はキリスト教とアラビア人、ヒアラビア人、ユダヤ人と共存する準備はできている。しかし私は占領者とは共存できないと述べた。その上でイスラエルによるガザ地区封鎖の解除とガザ地区及びヨルダンガー西岸地区からの 完全撤退が必要と主張した。また、ハマースは力で西岸とガザ地区からイスラエル人を追放できると確信していると述べた。同日、国連安保理は即時かつ無条件の人道停戦を呼びかける議長声明を発表した。国連人道問題調整事務所によると、イスラエル国防軍はガザ地区のイスラエル国境側3トルを干渉地帯に宣言して、 対比勧告している。干渉地帯残留者は攻撃されるリスクがあると主張している。干渉地帯の面積はガザ地区の44%を占める。7月29日、イスラエル国防軍はガザ地区を激しく攻撃し、この日だけでパレスチナ側の死者は100人を超えた。ガザ人口からの累計で死者1300人超負傷者7000人以上になった。 イスラエル側の死者は、侵攻からの累計で56人。進軍するイスラエル国防軍のメルカバ戦車や、装甲車の車列イスラエル国防軍は、ガザ地区唯一の火力発電所を完全に破壊し、ハマース幹部であるハニーヤの自宅、ガザ政府財務省、ハマース放送局のアルアクサ TV とアルアクサラジオ、本部など、70カ所以上を空襲した。 また国連パレスチナ難民救済事業機関が避難所として開放している学校が攻撃され少なくとも19人が殺害されたユニセフによると同日現在で国連パレスチナ難民救済事業機関の学校に避難している人は20万337名に上るイスラエル国防軍の攻撃によりガザ地区の水と衛生施設に壊滅的な影響 ガザ地区の全住民が電力、水と衛生サービスがほぼ使えない。7月27日に上下水道復旧の技術者1名がイスラエル国防軍の攻撃で殺害、1名が負傷したことについて復旧への妨害であるとして非難した。また、多くの井戸はイスラエル側が設けた3トルに及ぶ立ち入り禁止地区内にあり、 事前の調整なしにアクセスができない状況であると指摘している。イスラエル首相府のレケブ報道官は NHK のインタビューに答え、ハマスは受け入れにあたってあまりにも多くの前提条件を出してきており、これでは合意は不可能だと主張した。また、ハマースの要求する経済制裁の解除について、ガザからの攻撃がなければもちろん解除できると述べ、実現のためには、 ガザ地区の非武装化が必要だという考えを示した。7月30日、共同通信によると、イスラエル高官の発言として、ガザからイスラエルにつながる地下トンネルをすべて破壊するまで、あと数日だと報じた。また、ガザ政府保健省によると、避難所になっている、国連運営のアブフセイン学校が、イスラエル国防軍の攻撃に遭い、20人が殺害された。 国境なき医師団は7月28日のガザ地区シファ病院へのイスラエル国防軍の攻撃に強く避難する声明を出した。また、約2000人が身を寄せる病院へ爆撃があったことはガザ地区の民間人には安全な場所はなく緊急援助の提供も難しいという現実を示していると指摘した。また、ガザ地区には15の保健医療施設があるが 業務を継続しているのは4カ所だけだという。7月31日、ガザ侵攻以来のパレスチナ側死者は1430人を超え、負傷者は8000人に達した。この時点で、イスラエルとハマースなどの紛争としては、過去最大だった2008年から2009年のガザ侵攻での死者数を上回った。イスラエルのネタニヤフ首相は、イスラエル軍が重要任務を完了できないような、 提案には同意しないと停戦拒否を表明した。また、トンネルの破壊は、ガザの非武装化の第一歩だとして、停戦使用がしまいが、任務を完了すると主張した。イスラエル国防軍は、追加で1万6000人の予備役を招集することを決めた。同日、ケリー米国務長官と国連の反旗分、事務総長によると、イスラエルとハマースは72時間の人道的停戦で合意した。 8月1日午前8時より発行するイスラエル国防軍はガザ地区中流を続ける見込み。またケリーによるとエジプトの外相がカイロで真剣な交渉を実施するため当事者を招き米国側からも協議に代表団を派遣する計画であるという72時間の停戦の間に死者を掘り出そうと銃器を持ち出すガザ北部ベートハルーンの人々8月1日 72時間の停戦が発行した。しかし午前10時頃にガザ南部ラファ近郊でイスラエル軍と武装勢力の戦闘があり、武装勢力側5人が戦死した。また、ガザ地区の病院関係者によると、この攻撃で約40人が殺害された。停戦は約2時間で崩壊し、ガザ侵攻以来のパレスチナ側死者は1600人に達した。また、 イスラエル国防軍は兵士2人が戦死1人が誘拐された可能性があると発表した。イスラエルとハマースは互いに相手の意訳を主張して非難しあった。アメリカは野蛮な攻撃。韓国連事務総長はハマスの停戦違反を最も強い言葉で非難すると声明を出し、いずれもイスラエルの主張を支持し、ハマースを強く非難した。8月2日。 イスラエル国防軍は地下トンネルの破壊がほぼ完了したとしてガザ地区住民に帰還を呼びかけた。一方で行方不明とされる兵士捜索を本格化させた。イスラエル主要メディアは政府交換の話としてイスラエル政府は停戦交渉の代表団を回路に派遣しないと一斉に報じた。8月3日、ロイター通信によると 国連パレスチナ難民救済事業機関が運営する学校付近が攻撃を受け少なくとも10人が殺害された。土井都市国によると無人戦闘機による砲撃で子供8人国連パレスチナ難民救済事業機関スタッフ2人が殺害された。反国連事務総長はこの攻撃を犯罪行為だと強く非難し国際人道法に違反した者が責任を 追う必要があると述べた。イスラエルメディアによると、イスラエル国防軍は、地上部隊の大部分をガザとイスラエルの境界付近まで撤退させた。地上作戦の使用目的だった地下トンネルの破壊が、ほぼ完了したためという。一方で、ロイター通信によると、イスラエル国防軍報道官は、撤退を否定している。同日、イスラエル国防軍報道官は、8月1日に、 誘拐された、あるいは行方不明としていた兵士は、ガザの戦闘で死亡していたと発表した。8月4日、イスラエル国防軍は、午前10時より7時間の人道目的の停戦に入ったと発表した。これは、イスラエルの一方的な停戦である。しかし南部ラファ地域は除くとした。その数分後、ガザ市のパレスチナ難民キャンプを空襲し、子供一人を殺害。 30人余りを負傷させた。イスラエル国防軍は、この空襲について、調査中とした。ハマースのアブズフリ報道官は同日、虐殺から注目を逸らさせ、その後、エジプトの仲介で、イスラエルとハマースは、改めて5日午前8時より72時間の、停戦に入ることで合意した。同日、携帯電話向けに、イスラエル国防軍による、ガザ空襲を、 ゲーム化したアプリに抗議が殺到し、Google Play から削除された。Google Play には他にもガザ侵攻を題材にしたアプリが複数公開されているという。8月5日、8時から72時間の停戦が発行した。ハマース幹部のハニーヤは敵はガザから撤退を余儀なくされたとの声明を発表。イスラエルのネタニヤフ首相もハマスに打撃を与えたと述べ、 双方が勝利宣言をした。イスラエル国防軍報道官は地上部隊をすべて撤退させ、ハマースの地下トンネルをすべて破壊したと述べた。ハマースらはガザ地区への経済制裁の解除を要求しているが、イスラエルはガザ地区側の武装解除を要求しており、帰って要求を強めている。イスラエルはハマースとの直接交渉に応じていないため、エジプトの仲介で 間接的に交渉が行われている。パレスチナ側は、ガザの封鎖解除、ガザ空港と港の再開など従前通り10項目を要求しているが、エジプト政府警視アハラムによると、イスラエルは空港と港の再開など3項目を拒否したという。国連人道問題調整事務所は声明で、ガザ地区での紛争は過去最悪に拡大している7月29日の 発電所破壊以来、停電は1日最長22時間に達している。これは、水と衛生健康に壊滅的影響を与えている。イスラエルの地上作戦開始後、民間人の犠牲者、とりわけ女性と子供が深刻な事態に陥っている、などとガザ地区の危機を指摘した。ガザ地区にミサイルを撃ち込むイスラエル海軍8月6日。 ガザ侵攻以来のパレスチナガー死者は1875人、負傷者は9567人に達した。また、イスラエル軍は招集していた、予備役約8万人のうち、約3万人の任務を解除した。8月7日、ハマースは、ガザ境界封鎖解除などの条件が認められない場合、攻撃を再開すると宣言した。 またカイロで交渉中のパレスチナ交渉団関係者は交渉は難航しており停戦延長は拒否されそうだと見通しを示した。イスラエルはガザ地区の武装勢力側の武装解除を強行に要求している。またイスラエルの主体ニッツ情報省は真剣な話し合いが行われているとしながらもハマースがロケット弾などでの攻撃を再開すればイスラエル側も 作戦を再開すると付け加えた。同情報省は、今回は我々は、ガザ全体の占領を検討せざるを得なくなるだろうと、述べた。8月8日、停戦の期限が来たが、交渉はまとまらなかった。イスラエル国防軍によると、期限切れ3時間前に、ガザ地区から2発のロケット弾攻撃があり、同日中に少なくとも57発の攻撃があった。一方、 ハマースの報道官はエジプトで交渉を続けると発表した。また、ハマースはロケット弾発射を否定した。イスラエルも攻撃を再開し、ネタニヤフ首相は強力な反撃を軍に指示した。ガザイの攻撃は50カ所に上ったという。この日の攻撃でパレスチナ側の死者は5人。また、ヨルダン側西岸地区のイスラエル占領地でも、 イスラエル治安部隊とパレスチナ人のデモ隊とが衝突し、パレスチナ人一人が殺害された。8月11日、0時1分より再び72時間の停戦に入った。8月13日、イスラエルとハマースなど、パレスチナ側は停戦の5日間延長に合意した。しかし同日夜、パレスチナ武装勢力側のロケット弾と、 イスラエル国防軍による空襲の応酬があった。8月18日、イスラエルとハマースなど、パレスチナ側は停戦の24時間延長に同意した。8月19日、イスラエル国防軍のラーナー報道官によると、ガザ地区からロケット弾攻撃があったと発表した。ネタニヤフ首相は報復を指示し、また空襲が再開された。さらに、 ネタニヤフ首相はエジプトから交渉団の引き上げを指示した。この日のイスラエル国防軍による攻撃で子供を含む二人が殺害された。カッサー無料団トップのムハンマド・ディーフの自宅を攻撃し、妻子が殺害されたという。一方、パレスチナの武装勢力側はテルアビブ方面などをロケット団で攻撃した。8月20日、パレスチナの交渉団長は 協議は失敗したたと述べた8月21日、イスラエル国防軍はハマース軍事部門のカッサー無料団幹部3人を殺害したと発表した。8月22日、イスラエル側で初めて子供1人が殺害された。ハマースはイスラエル内通の悲劇で18人を処刑した。8月23日、パレスチナ自治政府のアッバース大統領は エジプトの CC 大統領と会談し、イスラエルとハマースの双方を再びエジプトに招き、交渉を後押しする方針を確認した。アッパースは記者会見で速やかに停戦交渉を再開するべきだと述べた。8月24日、この日の攻撃でパレスチナ側は少なくとも16人が殺害された。イスラエル国防軍は標的はハマースの 金融取引を統括していた人物で命中を確認したと発表した。ガザ地区では19日に停戦が破られて以来の死者は92人に達し、進行開始からの死者は2100人を超えた。この日、イスラエル側は民間人4人が負傷した。8月26日、イスラエルとハマースホカパレスチナ側は無期限停戦で合意した。また、 エジプト外務省は、イスラエルがガザへの人道支援物資や、復興資材の搬入を認めたと声明を出した。合意の主な内容は、双方の攻撃停止人道支援のための、イスラエルガザ協会の解放ガザの漁業領域を、海岸から6カイリまで復活する、など。他の問題については、1ヶ月以内にイスラエルとパレスチナの交渉団が、改めて間接交渉を始めるという。 また、イスラエルは暗殺の停止にも合意したという。8月27日、イスラエルとハマースの双方が勝利宣言を行った。8月31日、イスラエル民政局は、パレスチナ自治区であるグッシュエツヨン入植地とエルサレムの間に位置する約4000ドナムを勝手に、イスラエル国有地と宣言した。土地を没収されるパレスチナ人に対しては、45日間の、 異義申し立て期間を認めるとしている。同民政局はイスラエル人参少年殺人事件に対する政治的な決定の一部と発表した。事実上の報復措置とみられる。9月1日、国連の反気分事務総長、イギリスのハモンド外相は相次いで避難声明を出した。また、9月2日には米国は先報道官名で深刻な懸念を表明。日本も 佐藤外務報道官名で強い遺憾の意を表明した。9月7日、パレスチナのアッパース自治政府大統領は、ハマースがガザ地区で引き続き影の政府を作っていると非難し、状況が改善されなければ連立を破棄すると主張した。また、裁判なしでの処刑も批判した。ハマース候補はアッパースの発言を不当と反論した。9月9日、 エジプトの宿里外相は、イスラエル国防軍の攻撃で荒廃した、パレスチナ自治。同日、国連とパレスチナ自治政府は、家屋やインフラの破壊で苦しむガザ住民の生活再建のため、国際社会に5億5100万ドルの拠出を求める、声明を出した。9月11日、ハマースのマシャール代表は、影の政府の存在を否定し、ガザで機能する。 要挙国一致内閣を歓迎すると述べた。9月16日、イスラエル国防軍によると、ガザ地区の武装勢力より迫撃砲弾による攻撃があった。ハマースのアブズフリ報道官は、攻撃を否定しており、どの武装勢力による攻撃かは明らかにされていない。同日、国際連合は、イスラエルとパレスチナ自治政府が、国連の監視のもとに、 ガザに建築資材を搬入することに合意したと発表した。9月23日、イスラエルとパレスチナは回路で協議し、本格停戦に向けた交渉を10月最終週に再開することで合意した。9月25日、国際原子力機関総会でイスラエルに核拡散防止条約加盟などを求める決議案が賛成45。 反対58の反対多数で否決された。アラブ諸国、ロシア、中国などが賛成、アメリカはじめ欧米諸国、日本などが反対した。10月9日、パレスチナ自治政府のハムダンラー首相らがガザ地区入りし、閣議を開いた。暫定統一政府によるガザ地区統治をアピールする狙いと報じられた。10月27日、イスラエルのネタニヤフ首相は、 東エルサレムの入植地ハルホマなどに住宅約1,060戸の建設計画を進めることを承認した。また、ヨルダン川西岸の入植地で新しい道路の建設などインフラ計画を進めることを認めた。パレスチナ自治政府のハムダラー首相は東エルサレムを首都としないパレスチナ国家などあり得ないと反発した。10月29日、エルサレムで ユダヤ人右翼活動家がパレスチナ人に銃撃され重傷を負った。10月30日、スウェーデンがパレスチナを国家承認した。イスラエルは大王を協議するため、中スウェーデン大使を本国に召喚した。同日、イスラエル警察は29日にユダヤ人を襲撃したパレスチナ人の東エルサレムにある自宅を包囲し、銃撃戦の末殺害した。 これに抗議する近隣のパレスチナ人住民との衝突があり、イスラエル警察は東エルサレムにあるイスラム共生地ハラムシャリーフを一時、約14年ぶりに完全閉鎖した。10月31日、イスラエル国防軍広報によると、ガザ地区の武装勢力よりロケット弾攻撃の着弾があった。11月2日、イスラエルはガザ地区に通じる全検問所の封鎖を発表した。 ガザ地区より行われたロケット弾攻撃への対抗措置としている。必要な人道支援搬入は従来通り認めるという。11月5日、エルサレムの路面電車の駅付近でパレスチナ人が車で人を跳ね、一人殺害、13人を負傷させ、イスラエル警察に射殺された。警察はテロ事件と見ており、ハマースは犯行声明を出した。 11月7日、ガザ地区のファタハ交換の家、10日に予定されているアラファト全治政府大統領追悼会場など、少なくとも10カ所で爆発が起きた。ファタハは、犯行は、ハマースに責任があると主張した。11月9日、ファタハは、アラファト全治政府大統領追悼行事を中止すると発表した。また、ハマースの出した爆発事件への避難声明を、 見えすいた嘘と一周した。11月12日、イスラエルは国連人権理事会独立調査委員会の調査団入国を拒否した。イスラエルは国連人権理事会が歴史的にイスラエルに対する敵意を持っており、イスラエルを有罪とする結論ありきの調査だと主張した。当時国イスラエルの軍事作戦を批判している国イスラエルの軍事作戦を指示、 あるいは容認している国双方の軍事行動を批判、即時の停戦を求めている国様々な意見を持ち、代表的な主張が不明な国、あるいは公式な声明がない国イスラエル支持を、訴えるデモパレスチナ支持を掲げる抗議デモイスラエルを、批判するデモを行う、トルコ人移民イスラエル抗議デモイスラエル抗議、デモパレスチナの旗を掲げて行進する人々、イスラエル世論は、多数派のユダヤ人は、 大半がガザ侵攻を支持している。アラビア系イスラエル人のゾアビ国会議員は、イスラエル人3人の殺人事件について、犯人はテロリストではないと主張し、犯人については判断を留保した。クネセトワゾアビを懲罰にかけ、倫理委員会で、党員停止6ヶ月の処分が可決された。また、 クネセトチャンネルの世論調査によると、イスラエルのユダヤ人の89%が、ゾアビの市民権剥奪に賛成した。エルサレムポストによると、テルアビブ大学イスラエル民主主義研究所は、月例調査で、イスラエル国防軍の攻撃について問うた。それによると、ユダヤ系イスラエル人の回答者は、攻撃を過剰としたものは3.8%に止まった。攻撃を、 適切としたものは日時によって違うが37から60%、不十分としたものは同じく33から57%で、全体の約95%が、境界防衛作戦指示で一致したという。またアラッツシェーバによると、イスラエルは、ハマース政権を打倒しようとすべきかとする、ネットアンケートに、1937票中94.7%が、賛成。 反対は5.2%だった。また、7月27日発表のあるテレビ局の世論調査によると、87%が戦闘継続を求め、停戦指示は7%だった。2014年8月27日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相は、勝利を強調したが、一連の軍事作戦で確かな成果が得られなかったことから、 チャンネル10の世論調査で8月初めには69%あった、支持率は55%に急落した。一方、パレスチナのガザ地区住民は、ハマースに賛否は分かれている。しかし、ハマースの支持率が上昇した世論調査もある。それによると、ハマースが勝ったと認識する住民は79%を占めたという。また、 ロケット弾攻撃への支持率は約90%に上ったという。一方、和平仲介を続けるアッパース自チ政府大統領への支持率も54%と不支持の38%を上回った。イスラエル人少年殺人事件、パレスチナ人少年殺人事件から一貫して双方に最大限、一方で イスラエルに対しては2014年5月12日には安倍晋三首相とネタニヤフ首相が会談し、経済、防衛、観光など多方面にわたって相互協力を約束した共同声明を出した。ただし、入植地については国際社会が行っている努力に明らかに逆行するものと指摘し、明確に中止を求めている。また、 イスラエルのガザクーバークによる犠牲を遺憾とした。7月14日、外務省は渡航情報でガザ地区及びその周辺からの退避勧告を出した。7月19日から7月25日にかけて、岸しノブ外務副大臣はエジプト、ヨルダン、イスラエル、パレスチナを訪問し、エジプトの CC 大統領、ヨルダンのジュデ外相、イスラエルのネタニアフ首相、 パレスチナのハムダラー首相らと会談した。騎士はエジプトの停戦案に指示を表明し、ハマースの拒否を極めて残念とした。7月22日には安倍首相がネタニヤフ首相と電話会談を行い、やはりイスラエルがエジプトによる停戦提案を受け入ると表明したことを評価しつつ、停戦実現へ勇気ある決断を強く要請した。9月23日、 岸田文雄外務大臣がニューヨークでパレスチナ復興支援に関する閣僚級会議に出席した。岸田外務大臣はガザ復興に向け日本として2000万ドルを超える規模の支援を行うと表明した。国際連合安全保障理事会は7月20日、ガザ情勢を非公開で協議し、事態の悪化と市民の犠牲拡大に深刻な懸念を表明する報道談話を発表した。 敵対行為の即時停止と国際人道法の尊重を求めた。7月23日、国際連合人権理事会はイスラエル避難決議を賛成29、反対時、危険17で採択。7月28日、国連安保理はヨルダン提出の双方に無条件の人道目的の停戦に入ることを求める議長声明を採択した。 声明は一時停戦を求めた上で、エジプト仲介案をもとにした持続的な停戦への取り組みを要求している。朝日新聞は、アンポリが理事会としての決議を出せないのは、親、イスラエルで常任理事国の米国に配慮した結果と指摘している。8月11日、国連は、 イスラエルとパレスチナの双方による人権侵害状況を調べる独立調査団のメンバーを発表した。アメリカ合衆国は一貫してイスラエルを支持し市民の犠牲者に懸念を示しつつも基本的にハマースを非難している。しかしイスラエル側は米国が自国を無条件で支持しないことをしばしば非難している。7月8日、ジェンサキ報道官は いかなるにもロケット弾で市民生活や健康、福祉を脅かされてはならない。イスラエルは自衛権を有すると述べた。しかし、ガザのパレスチナ人に自衛権があることを信じますかと質問されると、私はあなたのおっしゃる意味がわからないと答えた。7月11日、会員で無投票でイスラエル支持決議を可決した。7月17日、上院でも、 無投票でイスラエル支持決議を可決した。7月20日、ケリー国務長官は ABC テレビに出演し、戦争はミニキー。自らの責任を認識する必要がある。イスラエルはテロ組織に包囲されていると述べ、イスラエルを擁護した。しかし、出演待ちの間には、全く大したピンポイント攻撃だ。全く大したピンポイント攻撃だと述べ、 民間人殺害を案に批判していた。7月21日、オバマ大統領はイスラエルの軍事作戦で市民の犠牲が増えていることを深く懸念していると表明し、ケリー国務長官に即時停戦の実現に向けて最大限の努力を尽くすよう指示したことを明らかにした。7月27日、オバマ大統領はイスラエルのネタニヤフ首相と電話で協議し、 パレスチナ自治区ガザの情勢について人道上の配慮による即時無条件の停戦を促した。一方でハマースなどガザ地区側の攻撃を改めて避難しイスラエルの自衛権を再確認した。またオバマは恒久的な解決にはテロリスト集団の武装解除とガザ地区の非武装。8月1日上院は全会一致で下院は賛成多数で イスラエルの防空システム、鉄のドームへの2億ドルの資金教室を可決した。8月26日、ケリー国務長官は停戦合意を強く支持すると表明した。一方で、アメリカはイスラエルとパレスチナの停戦にも乗り出しており、イスラエルはこの停戦に向けた動きを強く批判。アメリカも住民を巻き込む戦闘を続けるイスラエルに反発し、両国間には、 強い緊張が生じる場面もあった。7月15日、トルコのエルドアン首相は、イスラエルの尺度議員のフェイスブックでの発言を、尺度の申請は、ヒトラーのようなものだと批判した。7月19日、エルドアン首相はイスラエルを、ヒトラーを中夜非難する者が、野蛮さで、ヒトラーを超えたと批判した。レバノンの政党、イスラム教師や派組織、 ヒズボラのナスララ氏は7月25日、ハマースへのあらゆる支援を惜しまないと述べた。ヒズボラはシリアのアサド政権への協力を続けており、ハマースとの関係は冷え込んでいた。ヨルダンは7月22日、国連安保理に双方に戦闘の即時停止を求める決議案を提出した。イランは反イスラエルの急戦法であり、国交もない。 イスラエルにとっても進仰先に挙げられている。7月14日、外務省は、シオニスト政権イスラエルのガザ侵攻に避難声明を出した。7月29日、最高指導者のハーメネイ氏は、イスラム世界は対立をやめて、ガザの人々のニーズを満たすために全力を尽くすべきだと主張した。8月6日、外務省のアフカム報道官は、アメリカがイスラエルに、 広範な支援を与えていることに懸念を表明した。タイは7月24日、イスラエルに在イスラエル大人労働者4000人の避難を要請した。7月23日にガザ地区武装勢力側の攻撃で大人労働者一人が殺害されたため、エジプトは軍事政権になってからムバーラク政権時代のイスラエル支持に回帰している。 ガザ進行ではイスラエルとパレスチナの仲介に当たっているが、軍部の CC 政権自体は反ハ,ハマースであるため、交渉の足かせになっている。例えば、総合情報庁のムハンマド・アフマド・ファリド・アルツハミ、長官はハマース幹部との直接の面会を拒否している。また、ハマースの要求もことごとくエジプトが拒否したという。イギリスは基本的にイスラエルを支持している。 ヘイグ外相がガザの人道的状況に懸念を示した直後に辞任したため外交的に大きな動きは見られない。7月10日、キャメロン首相はイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談でイスラエル支援を表明した。7月12日、ヘイグ外相はツイッターでガザの人道的状況や人命の喪失を非常に懸念していると述べた。また、 アッパース自治政府大統領と話をしたことを明らかにした。しかし、平グ外相は7月14日に辞任に追い込まれた。後任はフィリップ・ハモンド国防相。8月4日、ワルシ大臣は大臣を辞職した。ガザの危機は道徳的に弁護の余地がないにもかかわらず、政府がイスラエルを支持していることを理由に挙げた。ワルシはイギリス初のムスリム大臣。 ロシアのチュルキン国連大使は7月22日、国連安保理の討論で、ガザ地区からのイスラエル領土への攻撃は許し難いものだと述べたほか、イスラエルの軍事作戦開始後の悲劇の規模に衝撃を受けたと指摘した。また、エジプト主導の停戦案指示を表明した。8月5日、ロシア外務省は3日間の停戦発行を歓迎し、双方に遵守するよう求める声明を出した。 また、改めて、エジプト主導での和平達成への機会とするよう、双方に求めた。中南米諸国は、ほぼ例外なくイスラエルを強く批判した。ボリビアのエボモラレス大統領は、イスラエルをテロ国家に指定し、イスラエル人へのビザ発給を停止した。ブラジルのジルマルセフは、イスラエルの軍事作戦を虐殺と非難した。ベネズエラのニコラス・マドロ大統領は、ペルー、 エクアドル、チリ、エルサルバドルは中イスラエル大使を召喚し、大きなユダヤ人コミュニティのあるコスタリカとアルゼンチンも自国に駐留するイスラエルの大使を呼び出した。このように中南米が事実上一つにまとまって行動することは歴史上初めてのことと指摘する者も,もいる。世界各地の市民が反イスラエルのデモを行った。日本でも 東京や札幌などでイスラエルを批判するデモが行われた。歴史的な経緯からユダヤ人批判がタブー視されがちなヨーロッパでも反イスラエルの世論が強くなっている。多くのデモは平和裏に実施されているが一部のデモの中には反ユダヤ主義的言動が目立つデモもある。フランスではユダヤ人地区の商店が襲われたりシナゴーグに押し入るものが出ており警察に 逮捕されている。ドイツでは、ユダヤ人をガス室に送れと叫ぶ者が現れ、シナゴーグに火炎瓶が投げ込まれた。ギラット・ロートンは、ツイッターアカウントを、親パレスチナと、親イスラエルに分けて分析し、互いの主張や情報は、敵対陣営には流れにくい構図を指摘した。また、親イスラエルと、親パレスチナではっきりと分かれており、 両者の中間的な意見は少なかった。メディアの中では、イスラエルサハシのハーレツが最も両者の中間に近く、媒介中心性が最も高いと主張した。イスラエル軍の空爆によって、重傷を負った5歳のパレスチナ人少女隊を伏せるイスラエル人の児童イスラエルは、攻撃前にビラ、電話、威力の弱い威嚇砲撃などの手段で、 事前警告をしていると主張している。しかし、日本国際ボランティアセンターは、ガザ現地の行為として、警告なしの爆撃が多く、たとえ警告があっても、爆撃の1分前と指摘している。また、ヒューマン・ライツ・ウォッチは、武力紛争法は、攻撃に対する実効性のある、事前警告を推奨してはいるものの、それに従わなかった市民を合法的な、 攻撃対象とみなすことはないとして、事前警告は、攻撃を正当化する根拠にはならず、戦争犯罪にあたると指摘している。中東理解研究所は、ビラに、避難先が書かれていないことを指摘している。また、ヒューマンライツ・ウォッチは、7月23日から25日に、パレスチナガザ地区南部の町クーザで、イスラエル軍が、一般市民に発砲して死者が出た。 いくつかの事件は戦闘に参加していない一般市民を狙った意図的な攻撃であり武力紛争法に抵触するものと見受けられると発表している。また避難所に使われている国連パレスチナ難民救済事業機関学校への攻撃は戦争犯罪と指摘された。イスラエル軍報道担当者は敵戦闘員が学校から攻撃しておりハマースに 罪があると主張した。一方、アンルワ職員は避難民の受け入れは事前にイスラエルの承諾を得ている。避難民は避難にあたって武器の持ち込みは禁じられているとしてイスラエルの主張に反論した。パレスチナのマンスール国連代表は7月18日の国連アンポリ緊急会合で国連や国際システムの司法機関に頼るしかないと述べた。パレスチナは イスラエルのガザ侵攻を戦争犯罪と認識し国際刑事裁判所に加盟した上での提訴を検討している。イスラエルはパレスチナの加盟に反対しアメリカもパレスチナに慎重な対応を求めている。しかし毎日新聞はハマスが人間の盾として民間人を利用しているイスラエル。またパレスチナは2009年のガザ侵攻時にも 戦争犯罪について調査を要請したが、国際刑事裁判所のフ二つ弁するダ判事は、当時の要請は法的に無効であり、調査を行うには、パレスチナ側が新たに申請を行う必要があると主張している。一方で、ディビド・ボスコは、イスラエル当局者は、ルイス・モレノ・オカン判事と秘密裏に会食するなどの、ロビー活動を行っていると指摘している。ガーディアンによると、 アメリカはもちろん国際刑事裁判所予算の最大の拠出国の一つであるイギリスとフランスもパレスチナに戦争犯罪の捜査をしないよう要求しているという8月23日ハマース政治局幹部のムルサモハメドアブ・マワズクは国際刑事裁判所加盟を認める文書に署名したハーレツによるとアムネスティ・インターナショナルとヒューマン・ライツ・ウォッチは ガザ地区の実態調査に調査員を派遣したが、イスラエルは官僚的な言い訳でガザ地区入居を拒否した。アムネスティによるとエジプトもガザ地区入居を拒否している。ヒューマンライツ・ウォッチは9月11日、現地などで行ったイスラエル国防軍による国連パレスチナ難民、救済事業機関学校3カ所への攻撃についての調査結果を発表した。それによると、 攻撃により殺害されたのは45人。イスラエル国防軍は学校からハマースのロケット弾攻撃があった、あるいはイスラーム聖戦メンバーを標的にしたと主張した。しかし、イスラエルがロケット弾攻撃の証拠として示した写真は攻撃を受けた学校のものではなかった。また、避難民の証言からイスラーム聖戦メンバーではなく、 故意に避難民を標的にした可能性を指摘した。そこで、イスラエル国防軍による戦争犯罪の疑いがあると指摘し、国際連合人権理事会による調査が必要と主張した。イスラエルは、ハマースが市民を人間の盾に利用して犠牲者を増やしていると主張している。ネタニヤフ首相は、我々は民間人に退避を流しているのに、ハマスが留まらせていると非難した。 また、ハマースは、イスラエル側の退避勧告を、心理戦として聞き入れないよう住民に呼びかけたことを、問題視する指摘もある。人間の盾については、毎日新聞の大原智子は、ハマスの人間の盾戦術は、外国人記者にも向けられていると述べている。大臣によると、ガザで、ハマース職員に、イスラエルが検問所を閉鎖したと言われ、イスラエル側に電話で問い合わせたところ、 通常通り開いているが、間もなく閉める。来るなら、急げと言われた結果、CBS 記者と相談して、ハマースの検問を無視して突破し、エレツ検問所にたどり着くことができたという。BBC のジェレミー・望遠は、ハマースがパレスチナ人を人間の盾に使う証拠は見当たらなかったと述べている。望遠によると、ガザでの取材中、 イスラエルのネタニヤフ首相が主張するような人間の盾の実例を見たことがなかったという。ザネーションのローラ・エリコットはイスラエルは実際にハマースが民家を使ったことを証明できていないと主張した。国連パレスチナ難民救済事業機関施設でロケット弾が発見された事件についてもその時点では使われていない施設だった。逆にイスラエルが 人間の盾を使った例はあると指摘している。また、イスラエル国防軍は民家にハマース戦闘員や武器弾薬が隠れているイラストを示し、正当な軍事目標の例と主張した。なお、ハマースの掘ったとされる地下トンネルについては写真と動画を公開している。また国連パレスチナ難民救済事業機関によると7月16日、無人の国連施設で 武装勢力のものと見られるロケット弾20発を発見したと発表し、避難声明を出した。7月22日、7月29日にも無人の学校でロケット弾が発見された。ヒューマンライツウォッチは学校の民間施設としての性格を損なう行動であり、戦争犯罪と指摘している。ありがとうございます。